はい、こんにちは、ビッグボーイです。フォールアウト4。続きやっていきます。またこの怪しい FEV 研究所にやってきてんだけど、一つ忘れていたクエストがあって、そのバージルくんの、結構前にそのバージルに自身の血清をインスティチュートに入ってもしも見つけたら持ってきてほしいってことを言われてて、これね、バージルの血清を見つける。で、トラックしてみたら、ここにあったの、見過ごしてたんで、ちゃんとしまってある。で、バージルに届ける。とりあえず届けてあげよう。で、前回だったっけな、インスティチュートで購入したこのエクスペリメントっていう武器はとりあえずある程度強化したと。たところだね。はい、輝きの海ね。おや、デスクローがいる。これ使ってみたいな。やってみよう。あ、強い 強い。これプラズマ銃なんてめったに使ったことないけど、強いな、恐ろしく。さて、この武器ちょっと跳ね上がりがすごかったな。バージル、血清は見つかったのか？あったよ。あ？どこにも見つからない。これ嘘ついて何なんだろう。ちょっと嘘ついてみよう。どこにも見つからない。すまない。何？いや、ありえない。そこにあるはずだ。だが、ボルカート、貴様、あの老人はいつも仕事にイチャモンをつけてきた。もし血清すべてを廃棄するよう命令していたら、知る由もどうすればいい。迷宮入りか？ウイルスは時間の経過で体調が悪化しないのか？私はわからない。そんな、もしそうだとしたら、クソブルートのようになってしまうのか？それでは生きていけない。ちょっと待って、ちょっと待って 今終わらせろ、その選択ができる間にって なんか、つまり死ねよっていう選択肢があるんだけど、選んでみよそれなら今終わらせろ。その選択ができる間に。う。できるとは思えああ！ない。自殺する気はない。だが君ならできる。さあ、やれ。ただし、手短にな。待って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 、失敗してる。準備ができたらいつでも。血清あるんだけど、バジル。これも殺すってことじゃん。はい、というわけで、さすがにこれはロードし直して、そっか、選択肢次第では意味はないけど、嘘をついてもうやばくなる前に死んでちょうだいっていう選択肢ができるってことね。血清は見つかったのか？はい、ちゃんとありますよ。ちょうどここにある。それだ、まさにそれだ。よし、どれどれ。ウトロウイルスは良好に成長した。密度勾配が高い。組み換え反イントロン配列は安定しているようだ。転写エクソン螺旋構造が形成された。まあ、うまくいったんだね。うまくいったんだ。確かめる方法は一つだけだ。よし、やるぞ。おお。あとは待つ。どのくらいかかる？
どのくらいかかる？わからない。このようなことは一度も行われなかった。しばらく休む。数日後か一週間後くらいに戻ってこい。それで、まあ見てみよう。いずれにせよ、責任を果たしてくれた。ありがとう。さっきは血清がなかったらやばい、このままだともう、イカれたモンスターになってしまうみたいなこと言ってたけど、血清があるってことはじゃあその逆か？人間に戻れたりするわけ。バージル？何が起きたとしても、ありがとう。待つだけだ。待つ？またしばらく経ったらここ来ればいいのかな。とりあえず、血清 OK。で、クエストの方は今、2つ。とりあえず、インスティチュートクエスト先にやっていこう。レイダーギャングを乗っ取った不良人造人間の回収を手伝う。コースターと共に行動しそうなあれだけど。場所は？あ、ここだ。ナハントっていう場所らしいけど。この辺の放射性物質。おっと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 い。出て出て出て、あれレイダーもいる。待って、これちょっと跳ね上がりがね、跳ね上がりがすごいんだけど。デリバラ。複数の敵にはこれだな。結構痛いし。よし。で、アイテム収集はあと。OK。ラストデビルか。アサルトロンは怖い。あれ、当たんない。待って、あれは爆発するぞ。あ、しなかった。オッケー。ベルチバードが飛んでる。お？ベルチバードが落ちた。で、伝説さんはどれだっけ？伝説さんの肉片はどれだ？これだ。バッツ強化。今すぐそこでベルチバード落ちたけど。ああ。え、誰か乗ってたはずだよね。見つからない。さて、じゃあ、コーサーがいるね。どうもどうも。 X688 合流する予定だったコーサーか。はい、識別番号X688 です。周辺の見張りはすでに制圧しました。なんだと？ご指示があり次第攻撃を開始できます。見張りではないけどたくさんいたぞ敵。オッケー、わかった、行こう。援護します。え、ごめんねニック、反感だなんて言われても。ご指示に従っています。はいはい。あ、この辺は本当に死んでる。おうおう、いるね。ニックもついてくるんだ。レバーアクションライフル。ベテランレイダーか。そういえばさ、今アイテムにステルスアタックの攻撃がさらに倍になるっていうあった。
物があったりしたから、これでハゲ頭をパンってやると一発で死ぬわけだ。4倍になって、はいはい、強い、まだいるはず、いた、はい、あ、強いな。リベルタリア、あと外した、 OK、 いた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 、すごいな、ベテランレイダーが一瞬で解ける。ん ?X6 はスリができるんだ、それしか持ってないだろうな。まだどっかにいるっぽいんだけど見つかんない。気づいてないし、オッケー、お、もうほとんど制圧したっていうか、もう制圧しきったんじゃないこれ。牢屋エキスパート、やった、はい、はいはいはい、あ、これもか、弾、弾、もうなんもない、いた、え、何かに刺さった、すごいなこれ、よく沈まないなこんな作りで。ずっとサーチライトが鳴ってる。で、この薬物結構効果が長いのか。うわ、泳いでる。あ、あ、いるじゃん。はいはい、まだいるな、タレットか、はい、ステルスパークをね1段階上げたから、それもあってバレないのか。どこにいる、圧にかかんない、あっちでかいな、なんだあれ、かかったかかった、あれ、いった、撃たれました、撃たれました、コースターがそんな情けないこと言わないで、あっちにもいるね。これこっからやれるだけやっちゃおう。あとはちょっとあなたはかかんなくていいんだけど。どっかにいない?おった。はい。あのサーチライトちょっと壊しとこうか。レバーアクションライフルの気になってるのが、何発消費してからリロードしようと5発分のリロードモーションが行われるっていう謎があるんだけど、
パレットがあった。マーク5はちょっと硬いやつだけど、あ、頭が見えてる。もう一人いる。わっしょい。あ、外した。サプレッサーなのに周辺の敵が勘つくっていうのがちょっとな。このパークを詰めってことか。ちょっと止まって止まって OK。 あとはタレット OK。 ミサイル、お、マネキンかあれ。デスクローの皮、今のところは順調に進んでおるよ。こっちにも渡れるんだ。なんやかんやでもプリドエンのすぐ近くだけど。この辺もうナンパ船をとりあえず簡易的なアジトにしたって感じか、レイダーが。うわあ、ね、マネキン地帯、人が死んでる。檻もある。敵もいる。この薬物どんだけ効果が持続するんだろう。あんたじゃない。ベテラン、なんかつっかえてるけど。あ、外した。なんかベテランのさ、ハゲ率が高いのは何だろう。ベテランですっていう意味なのか、本当に。止まって止まって、見えない見えない。あ、バレた。ならば、お、ここはスナイパーだな。あれ、当たってないんだ。あ、切れた、カメルックス。あのアイテム1個しか持てなかったからレアだったかもな。ちょっと近づかないと当たんないや。近づこう。あの辺はコーサーとニックが何とかしてくれるでしょう。お、うわあ、魚。さて、着いたぞ。OK。これとりあえず泳いであのはしごを階段まで行かないといけないな。登って、登って。登れない。登った。
立ちそうなものはないね。うん、役立ちそうなものはまるでない。降参するんだ、早くしろ。上にいるな。はい、スイッチブレード。今時ね、近接座なんてこのボタンなんだ。あれ、このボタンなんだ。はい、ここは序盤ステルスでさっさと倒しちゃった方が楽だったな。正解。これで全部じゃない？居住地臭さが結構出てるけど、金庫。はい、ちょっと確認。そう、人造人間回収するんだったね。ただなんかね、以前と同じように反抗的な態度をとって結局は倒すっていう流れな気がするけど。お、扉、ちょっと頑丈そうな扉。なんかこの辺は酒ばっかりだな。オープン。少々お待ちください。大事なことをお伝えしなくてはなりません。お、あなたが先に。なんだなんだ。 B592 のリコールコードをお伝えします。彼はそのコードを耳にすると認知プロセスをリセットされ無力化されます。 B592初期化して工場出荷状態に戻すといった後、ガンマ7、1、イプシロンと認証コードを言ってください。彼がシャットダウンされれば安全にインスティチュートまで輸送できます。ガンマ7、1、イプシロン。まあそれができるなら楽だね。わかった。無駄な暴力は避けたいからな。その通り。必要以上に他人に鼻血を流させるような真似はすべきじゃない。彼が一人でいるとは限りません。暴力は避けられない可能性もあります。以上です。ご準備が整い次第出発できます。これは強いよっていうあれなのか、もしかして。最悪こっちにはこれがあるからエクスペリメントもあるし。でもこれは中に入ってんだな。ガブリエルのターミナルがあるよ。はい、金庫。青、いいね。 OK OK。 そんなに広くないかもしんないけど、ちょっとこれ以上長くなってもあれなんで今回ここまでにしよう。人造人間ガブリエルさんを連れ帰る、連れ戻す。はい、じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。